また、時々、同じ情報を何度も受け取っているように見えるかもしれません。場合によっては、その通りです。これは昨日、先週、前に言及されていたのではないのか、と自分に問うとき、宇宙が、これは重要だから注意して、と言っているのです。あなたには、そのメッセージを完全に理解するための別の機会が与えられているか、特に集中的な学習段階の後に、別レベルのあなたに、そのメッセージが提示されているのです。学習と成長には、脳、身体、魂、すべての部分が関係します。あなたが、あなたの旅のどこにいたとしても、セルフケアを実践し、思考や行動をポジティブに保ち、宇宙が常にあなたをサポートしていることを知ってください。スタンバイ、待機。まだ準備ができていない場合は、今がその時間です。いくつかの連続した波が地球に到達するでしょう。準備を整えることの重要性を伝えるメッセージは複数あります。もし、この情報がちゃんと届いてなくても、まだ時間はありますのでご安心ください。覚えておいてください。プロセスを進めれば進めるほど、より深く進んでいきます。深く行けば行くほど、隠れていた暗いものが明るみに出てきます。あなたは、これらの経験や状況を他の人と共有することを選択することも、一人で行動することを選択することもできます。その選択は、あなたを最も快適にする方法です。正しい方法も、間違った方法もありません。そこには、あなたのやり方があり、それは本当に素晴らしく完璧です。いつものように、宇宙は必要に応じて支援やサポートの待機をしています。休息を取りましょう。場合によっては、あなたの最善の努力にもかかわらず、あなたの助けようとする試みに、周囲の人が気分を害したり、傷ついたり、怒ったりすることがあります。親愛なる皆さん、宇宙はあなたに伝えるためにここにいます。それをあなた個人に向けられたものと受け取らないで、人間はそれぞれ独自の信念体系を持ち、独自のパラダイムの中で存在し、独自の一連のトリガーを持っています。どれもあなたにはわかりません。少し休んでください。状況を改善する必要性を手放したり、全く未知の期待に応えられないことに、対する謝罪の必要性を手放してください。他人の期待にしがみつくことは、あなたにとって役に立ちません。何が起こっているのかを意識的に認識したら、そこに留まる理由はもうありません。愛を送って、それを手放しましょう。自分自身の判断を手放す。宇宙は、あなた方の中には、少し大変な思いをしている人がいることを知っています。あなたが、今、経験している変化は、困難を伴います。イライラして、ストレスを引き起こす可能性があります。宇宙は、また、あなたが、大丈夫だということを、あなたに知ってもらいたいとも思っています。繰り返しますが、これは、あなたに教訓を与えたり、罰したりするために行われているわけではありません。あなたのあらゆる部分は、物事のかなり違った見方を見せられており、人間の脳は、場合によって、それに適応するのに苦労することがあります。あなたは自分自身、そして、他人に対する判断、ジャッジを手放し、呼吸を忘れずに、そして、この波が過ぎれば、あなたが絶望していた存在に向けて大きな前進が達成されるということを知るように求められています。諦めないでください。あなたは素晴らしい仕事をしています。愛を持って前進してください。自分が世界に馴染めなくなったと感じたらどうなるのでしょうか。現在、変化が起こっているのだろうか。多くの人がまさにこの質問を抱いています。あなたが自分の道を歩んでいるとき、あたかもあなたの世界が
あなたの周りに崩れ落ちているように見えるかもしれません。親愛なる皆さん、視点を変える時です。あなたにとって、破壊のように見えるものは、実際にはあなたが知っているものの再構築です。それは、緊張や不安を引き起こすかもしれませんが、あなたは愛を持って前進しているので、あなたが進むとともに、新しい世界を創造しているのだということを知ってください。進み続けてください。あなたはできます。あなたの新しい体験、シフトは順調に進んでいますが、気分はどうですか？まだ少し荒れているかもしれませんし、物事はまだ混乱していて、少し制御不能に感じられるかもしれません。しかし、宇宙は、これらはあなたがうまく対応できるものだと信じています。あなたが経験してきた重苦しさは徐々に消え、新しい感覚が代わりに現れ始めます。興奮です。あなたが幼い頃、先生が遠足の列に並ぶ時間だと言った時のことを想像してみてください。確かに、最初は皆が自分の場所を見つけようと押し合い、少し混乱がありましたが、すぐにすべてが整然と秩序立ち、あなたの準備は整います。親愛なる皆さん、新しい経験に足を踏み入れる時が来ました。準備はできていますか？